ボートレースからず朝からからずの4日間シリーズ、モーニングレースのズバッと鍋チャンネル杯シリーズ3日目の戦いは一般競争オハヨー戦の第4レースとなります。進入スタイルは3対3の枠なりインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番の並びです。2秒前スタートしました。一般競争の第4レース1号艇2号艇が若干覗いたスタート。3号艇の峰も出ていきますが1枠の攻防です。まず逃げる1号艇の今です。そして2号艇の井内まくり差し入るか。3号艇の峰竜太と向こう正面2号艇1号艇3号艇先頭争いとなっています。スタートは前提正常でした。一歩リードを取ってくる2号艇の井内、その後ろに5号艇1号艇3号艇4号艇固まった状態で1周にマークです。トップで折り返してくるのは2号艇の井内です。その外を握って3号艇の峰は大きく流れました。1号艇5点5点とホーム直線構成。先頭は2号艇の井内がリードを広げています。その後ろは5号艇の浦野、1号艇今出が並んだ状態。現在3号艇の峰は目下4番手の位置です。2周目1マークトップ旋回2号艇の位置、続いて5号艇1号艇と交差旋回で向こう正面に抜けていきます。2番手の接戦はインコースからわずかに1号艇の今出がリードを取ってきました。2点審査で食い下がる5号艇の浦野です。2周目2マークの旋回に向かいます。先頭大きなリードとなりました2号艇の井内正太郎、そして2番手で回ってくる1号艇の今出慎治、5号艇の浦野は届きません。1号艇の今出がリードを広げて2番手、そして3番手5号艇の浦野は水が入った状態で2番1番5番と上位陣最終周回に入っています。最後の向こう正面へ先頭で抜けていったのは2号艇の井内、そして2番手が1号艇の今出慎治、3番手が5号艇の浦野海、追い上げ図ろうと3号艇の峰ですがまだ4番手、上位3艇は2番1番5番です。2対15このままの決着ですと3連単打574倍の高配当となります。最後のホーム直線構成、2号艇の井内、1号艇の今出と折り返し、5号艇の浦野、3番手を守りきりました。まもなくゴールです。先頭2番ゴリ、1番ゴリ、5番3番の順でゴールインです。4番ゴリ、ラストで6番ゴリ。進入スタイルは3対3の枠なりインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番の並びです。2秒前スタートしました。準優勝戦の第12レース、インコースからトップスタート1号艇の峰竜太、一周1マークの攻防です。逃げる1号艇の峰、握って3号艇の森、そして2号艇の大峰と向こう正面も陰線押し切りました。1号艇の峰逃げました。スタートは前提正常でした。あっさりと逃げました1号艇の峰がトップ、2番手は2号艇の大峰です。その後ろは4番、3番、6番、5番と続いて1周にマーク。トップ旋回1号艇の峰、続いて2号艇の大峰、1号艇、2号艇と上位陣がホームに戻ってきます。そして3番手混戦ムードですが、一歩リードは4号艇の安河内翔、すぐ後ろに3号艇の森、6号艇の松田が並んで追走。2周目1マークの旋回です。トップは1号艇の峰竜太、2番手が2号艇大峰、そして3番手旋回3号艇4号艇5号艇6号艇と相次いでバックに抜けていきますが、ここで抜け出したのは6号艇の松田隆。6号艇の松田が3番手となりました。上位の3艇は1番、2番、6番となっています。2周2番からホーム直線構成、先頭で戻ってきました1号艇の峰、そして2番手が2号艇の大峰豊、3番手が6号艇松田隆。上位の3艇先頭から1番、2番、6番の順でレースは最終周回1マークの旋回です。先頭は人気に期待に応えて逃げました1号艇の峰竜太です。そして2番手が2号艇の大峰、3番手が6号艇の松田、上位の3艇は1番、2番、6番です。1、2、6この組み合わせ3連単のオッズは21倍となっています。さあ明日の優勝戦、絶好枠が見えてきました。シリーズを盛り上げます1号艇の峰がトップで折り返してきます。2番手が2号艇の大峰豊、3番手6号艇松田の順で準優勝戦第12レースゴールです。先頭1番ゴリ、2番ゴリ、6番ゴリ、4番ゴリ、5番ゴリ、ラストで3番ゴリです。